問はね来ないのでね、自分で考えてやりますね。あと人の質問コーナーから勝手に質問を拝借して、あたかも自分宛に来たかのようにやります。まあ、ほぼ妄想ですけど今から考えます。 YouTube でね質問コーナーって検索して上に出てきたやつをねやればいいかな。やります。テレビありますか？あります。名前何？人光です。遊戯王やってますか？やってません。ルールが難しいです。釣りとかはしますか？釣りは前してましたね。でも本当に針つけて糸垂らすだけですね。英検持ってますか？持ってません。乃木坂ってやつかな？乃木坂知ってますか？うん、あんまり知らないですね。女の人が踊ってるっていう印象しか知らないです。部活なんですか？昔やってた部活はねテニス部ですね。テニス部を6年かな、高校の途中で辞めちゃったのかな、あんまり覚えてないですね。大学はどこですか？大学はね頭良くないです。エフラン大学って言ってもいいかもしれないですね。まつげ長いですね。まつげね長いんですよ。わかるかな。あとね指綺麗って言われますね。だからなんだよって感じですけど。テストの最高得点なんですか？テストの最高得点はまあ時期にはよりますけどね、高校は100点取ったことないかな。高校で98とか1問ミスで、高校の英語で3点とか取りましたね。1回、英語ほんと苦手でね、そのくせ海外に行ってましたけど。ちょっとこの人の質問コーナー若い人向けなので違う人探します。彼女いますか？彼女はね会社員時代の時はいましたね。でもクビになっちゃってお別れしました。すごいお金持ちの子でね、都内の一等地に家ドーンってでっかい家持ってる人でしたね。家がマンション経営とか言ってましたけど。ハムスター何匹飼ってますか？ハムスターはねロボロフスキーとジャンガリアンが1匹ずつですね。収益はいくらですか？収益はね1万円とか2万円とかですね。好きなパンは何ですか？好きなパンは塩バターパン。仕事なんですか？仕事はしてません。最近買った高い買い物は、最近買ったのはカップ麺ぐらいしかないですね。好きな女性のタイプは暴言吐かない人ですかね。タバコ吸いますか？吸いません。お酒飲みますか？飲みません。フォークボール投げれますか？投げれません。好きなゲームなんですか？ゲームしません。最近ハマっているものは、最近ハマってるのはまあハムスターのお世話とかですかね。行ったことのある都道府県、なんか子供向けの質問コーナー見てるんですけど、かわいいですね。行ったことのある都道府県、僕あんまりデブ症なんでないですけど、まあ、東京、埼玉、神奈川、静岡、青森、福島、愛知、大阪、京都。海外はね、海外はラオス、タイ、フィリピン、3つかな？シンガポール。身長はね、169ですね。筋トレの動画昔上げてたので、それがね、結構ね、身体的な質問が多いですね。身長が169で体重が54キロですね。中肉中背になっちゃいましたね。最近誰と LINE した？かわいいな。最近誰とも LINE してないですね。僕 LINE の友達はね0人なんで、 LINE クリエイターズとかいう LINE スタンプの公式のアカウントだけ連絡来ますけどね。使ってる PC はね、
MacBook の Air ですね。安いやつ。編集ソフトはね、iMovie ですね。無料のやつ。ちょっと子供向けの質問コーナーだからつまんないな。もう大学生の質問コーナーとか良さそうですね。大学生だとおしゃれっぽい人がいっぱいいますよね。顔出さないでおしゃれっぽい雰囲気出すのちょっとずるいですよね。就職活動はいつから始めた？就職活動はしてないですね。大学の時は就職する気なかったので全くしませんでした。ちょっと大学生もダメですね。あんまり自分と乖離しすぎてる人だと話が合わなくてね、全部いいえになっちゃいますね。回答が年齢27歳、出身東京、生まれはどこに住んでますか？首都圏。でも渋谷とか行ったことないですね。原宿はね、1年ぐらい前に初めて行きました。ラーメンだけ食べて帰りましたね。ハゲてますか？ハゲてます。初恋いつですか？この人もちょっと若めなんでそういった話題は多いですね。初恋は初めて付き合ったのが中学生ですね。2年生だったかな。収入を教えてください。収入はね、会社員の時は手取りで18万とかですね。貯金はゼロです。借金はね、奨学金の返済がたくさんあります。600とか700ぐらいありますね。パソコンフリーズしちゃいました。そもそも勝手に人の質問に答えるっていうのがナンセンスかな。好きなことわざは？好きなことわざはね、これ難しいな。ちゃんと考えよう。とまあこんな感じで妄想と人の質問コーナーに勝手に答えました。あんまりね、自分の引き出しがないことに驚きましたね。薄っぺらい人間でしたね。あと最後、人光って名前なんですかっていうのが本当にあって、それはね、お米を昔やってたことがあって、それでね、つけましたね。お米なんか日の光とかコシヒカリとか笹錦式とか秋田小町、夢ピリカ、七つ星、なんかいろいろあるんですけど、5文字でなんとか光っていうのが多いんですよね。日の光とかなので、人光って面白いかなと思って自分でつけてみました。完全に滑ってますね。